今週も楽しくおしゃれに。それじゃあ九州自動車道広川インターチェンジを降りて40分、総ヒノキ造りで落ち着いたクラブハウスの河北ゴルフクラブ、今週は18番ホールからのレッスンです。レッスンを担当するのはゴルフテック人気インストラクター吉田幸太郎プロです。早速ゴルジョお呼びしましょう。森田香穂さんです。どうぞ。お願いします。お願いします。お願いします。今週のゴルジョ森田香穂さん、ユーティリティの打ち方を学びたいそうです。見てるとインパクトからフォロースルーにかけてのちょっとこの背中の角度がやや少ないことによって、やはりこうフォロースルーからフィニッシュにかけては上半身が突っ込みやすいのかなと。それによってこう打点がこうやっぱり合ってこないので、ショットにおいてポイントになってくる頭の位置っていうのが、やっぱりボールの位置よりも若干こう右側に上半身が残る状態になって、インパクトからフォローにかけて背中の傾きがしっかり入ってきて、腕の長さがここにしっかり生まれて、フィニッシュまでスムーズに回転していくと。ダフルぐらいでいいよ最初は。本当に左に打点が来すぎちゃうと思う、はい、だからどんどん自分のこの背中をこう残すような動きを加えて手前にしていくの。だから最初ダフっていいのよ、はい、OK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 、うん、これは素晴らしい。ナイスオン。はい、スイングも、ね、変わりましたけれども、いかがでした？背中を意識することですごいこう振りやすく、なんか気持ちよく振ることができました。ユーティリティでナイスショットをしていく上でも、この背中のこう反る角度っていうのを入れてもらえると、もうワンランクアップできると思いますので、ぜひそこは練習して習得してみてください。はい、それでは総括をお願いします。はい、インパクトからフォローするにかけてのポイントは、はい、背中の反りです。それではゴルジョ、また来週。痛めないようにね。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。